やや大きめの中学校の制服で会場に入ってきた卒業生。出雲市立東小学校はこの春近くの檜山小学校と統合されるため、今日が最後の卒業式です。卒業生16人は梶谷悟校長から卒業証書を手渡されました。東小学校のルーツは明治7年創立の六音寺小学校に始まり、以来147年間の卒業生は5968人。梶谷校長もその一人です。小学校全課程を修了したことを示す令和3年3月18日、梶谷校長は保管されていた明治以来の卒業生台帳を手に児童らに語りかけました。そんな東小学校最後の卒業生としての誇りを念に、立派な中学生、そして将来地域に貢献できるたくましい大人になってくれることを期待して、式辞に花向けの言葉とします。カメラマンの原俊介さんは母校を映像で残そうと同級生と映画制作を進めています。この学校卒業した卒業生であったりとか、地区の人だったりとか、まあ、大勢の人が子どもたちを見守る温かい、まあ、気持ちみたいなやつをベースに、まあ、映画という形で残せたら皆さん喜ばれるっていうかいいかなと思って。式を終えた卒業生らは中庭に吊るされた鐘を鳴らします。東小の卒業生はこの鐘の音とともに母校を巣立っていきます。大変なことが多かったけど、みんなと協力していろいろなことを達成できて嬉しかったです。東小学校で最後の卒業生として中学校でも頑張っていきたいなと。そうですね、まあ、自分もこの東小学校卒業生としてですけど、やっぱりこうやって自分の子供がですね、こう最後の卒業生ということで、本当になんか嬉しいんですけど、やっぱりなんか反面寂しいっていう、地域一体となった本当素晴らしい、いい学校だったんじゃないかなと思ってます。出雲市立東小学校は今月28日に閉校式を行い、長い歴史に幕を下ろします。